ジフ上場企業の気になる給料公開。今日は給料公開でございます。イギリスだお前。すごいね、イギリスだよ、ジフ上場企業の社員。お疲れ様です。今日は足張り来とるんですけど、ラクマチ、ラクマチチャンネル今日コラボ、コラボで外れてる。コラボみたいな、コラボみたいな感じだったけど、取材に来てくれるってことで、まあ、せっかくなんでうちも一本取らせてっていうことで、株式会社ラクマチなの。いや、株式会社ファーストロジック。ファーストロジック、はい、もうかっこいいやつ。IT 企業ね。そうです、 IT 企業ですね。で、一部上場企業なんです。そうです、一部上場企業の気になる給料公開。今日は給料公開でございます。まあ、答えれる範囲でいいんで、はい、気になるところはね、俺ら中小企業からすると、はい、一部上場企業で働く可愛い女性が給料いくらもらって、はい、こんな動画作ってるのか僕はただの変態親父になってるかもしれませんが、ちょっと言えない部分もあると思うんですけどせっかく取材させていただいてるので、うん、答えられる範囲で答えたいなと。いいですか。ちなみにファーストロジックに入って何年なんですか。ちょうど4年です。4年で、なんで入ったの。新卒採用。新卒です。ってことは大学卒業して、はい、結構あれでしょ、上場企業の、ね、倍率とかもすごい高いんじゃない。そうですね、私は大学を出て、大学院を出て、うん、それからイギリスの大学院を出て、でその後に入社してます、うん、大丈夫です。イギリスだお前。すごいね、イギリスだよ、自由上場企業の社員。大学院ってことはね、俺ちょっと本当に中卒だと分かんないけど、はい、大学が22までじゃん、そっから行くってこと。学院が2年間で、その後イギリスにまた2年間行ってるんで、今30歳です。大学院に2年行って、そっからまた2年イギリスに行ったと、はいはい、そうです。すいませんでした、今日の動画終わらせていただきます。完全にサラブレッドってやつだね。東京なんでしょ、会社は。そうです。で、今そのね、ラクマチって本当多分、まあこれ職人さんが見とるで、まあどうかわかんないけど、不動産では俺も本当にそれ使ったぐらいで、一番不動産の件数が多いですね。そうです、物件数が。お金はめちゃくちゃあるから一応買ったんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらで無料だもんね。そうです、投資用の不動産が載ってる。そうだよね、だって俺らからYouTube と同じだもんね、無料で見れるわけだもんね。そうです、そうです。それ収益ってどうやって。不動産会社さんから物件を掲載するときに、うん、ああ掲載料。そうです、いただいてます。へえー、すごいわ。みんなもう不動産中町お願いします。中町お願いします。中町お願いします。俺 CM でやったやろ。ちょっともうイギリスそうなんですよ。ちょっとだけちょっとだけだよ、バカですよ。実際ちょっと気になるところなんですけど、給料ってそんな感じだ。4年目でしょ、入って4年目。そう、新卒4年目です。いや、ちょっといいけど、まあまあ金額は言えんよね、なかなかね。そうですね。ただ、まあ、視聴者の皆さん聞いてると思うんですけど、俺はだんだん寄ってってる、だんだん離れてってる。ずっと言ってる。まあ何換算するじゃん。国民のまあ平均的単価っていうのが、まあ金額言ったらなんだけど、まあ常用って2万から2万5000ぐらいだと思うんだけど、1人区ね。人区換算で言うと、それもほぼ言ってるみたいなもんじゃないですか。まあ平均的年収はやっぱ全然高いでしょ。だ車で行ったら何になる。車で行ったら、まあ、ちなみにプリウスで行くぐらいだ。300万から500万ぐらい、マックス一番いいやつで400。全然多いでしょ、まあ、もちろん。そうですね、プリウス2台ぐらいある。2台ぐらいはないです。いや、あるでしょ。2台ぐらいないです、ないです。一部上場企業だぞ。一部上場だぞ、まあ、イギリスだぞ、まあ、言ってるでしょ。いや、行ってないです、行ってないです。他になんか車ってある。アルファードで行くぐらいだ。700万ぐらいで、一番安いやつ500万ぐらいで、普通500から800ぐらいだ。ギリギリ足りないかなぐらい、車8割ぐらいで足りないかなぐらい。いや、そんなことないでしょ。いや、もう下は500だね。そうですね、上方で800だね。いや、そんなには全然ないです。いや、絶対ない、絶対ない、ないです。ボーナスもいくよね。そうです、そうです。手取りじゃないで。そうです、そうです。年収やで。500万以下か。そうです、そうです。いや、それちょっといいこぶってるでしょ。いや、そんなことないですよ。あんまり年収高いと彼氏ができんと思って。いつも仕事は何やってるの。 YouTube ばっか。いや、私は企画とかです。マーケティングの仕事をしてるので。マーケティングって何。マーケティングっていうと、こう客待ちに人をこう集めたりとか、うん、広告関係も全部やるってこと。そうです、そうです。で、あと Google とか YouTube とかに広告出したりとか、うん、ああ、そうかそうか。 PPC とかいうのもやったり。そうですね、あとアプリの広告とかもやったりとかしてます。あら、いいね。真剣に話してるわ、なんかこいつ。私は違うんですか。食べるね。お仕事頑張ってるので楽しい。お仕事楽しいです。そうか、まあ、じゃあ給料は隠しとるわ。いや、本当ですよ。いや、隠ってことはないで。30で12ヶ月360でボーナスがまあ5としても12×17 でしょ。 30×17 っていくつだ。3、4、21だで500超えてくるね。いや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 、お前まだまだ頑張らないと。その代わりなんか手当とかいっぱいあるんだ。
住宅手当とかはそれ別で計算してる。中小企業住宅手当とかねえぞお前やらんか借りたら借りろ別に好きな自分の金で。あ、そう、あ、住宅手当別だ。もう一回最後会社名だけちょっとない。ラクマチというサービスです。不動産投資の専門サイトで、うん、物件数ナンバーワンのサイトです、うん、ぜひあのビルとかアパートとか買って不動産投資したいなって思う方見ていただけると嬉しいです。買うだね、買うだね。そうです、まあそんな感じです。締め方がうまいわ。年収はちょっと危険かったけど今日で塗り固めとるやっぱね。一部上場企業そんな感じです。あんまりね、一部上場企業こんだけ頭良くて大学、まあこれ職人さんいっぱい見てるでちょっと教えてあげるけど、俺頭いいし社長だから大学院っていうのは大学卒業したい人は行けるからね病院じゃないからね大学行って大学院行って頭いいやつだけがえりすぐられたやつが行ってさらにその後に2年間イギリス行ったってことだよね。もう結構明るいしね。ただ年収は隠したとはい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいた皆さん、ちょっと面白い企画やりますのでチャンネル登録といいねね、いいねもお願いします。また見てね。